ます。今日は2月、2月の課題ですね。締め切り日は3月7日になってます。こちらの、1、2年生の課題、西の空が赤く染まってというこちらの文章ですね。こちらを書いていきたいと思います。少し拡大します。はい。ではこちらですね。まずは西とひらがなですけども、真ん中の中心線ね、こちらにはないんですけど、あるものだと思って。で左の方は長いんですよ。右側に比べて少し長めにしたいので、まあ、このぐらい、空きはそんなに出ないぐらいでもいいんですけど、まあそうですね。ここが一番長いところになります。でこちらこう来てこうなんですけど。で先ほど言ったようにここがね開きますよね。左の棒にこちらのね対してこう開いてくるっていうところ とここの羽、優しい羽からのこちらにこうつながりが見えるような感じでしたいので、ここのしなりをねできるようにしたいですね。ここピーピーっていう風にやるとどうしても硬いっていうのと、こんなに頑張って跳ねなくていいです。少し内側にこう持ってくるような感じでこう跳ねますね。でそのままこう右側へ行こうとする動き、ここの優しいところからだん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 力が強くなって、で跳ね返すぐらいな感じです。跳ねようっていうかちょっと返したいぐらいな感じで、こうまたこちら側にこうつながってくるような、この力の変化をここでね表せると一番いいですね。で死です。死を書くときには真ん中から書いてはいけません。左側からこういう感じでこういう風に向かっていきたいところですね。でここあんまりガクンガクンってやると漢字を書くときの起筆のようにね、これあまり強くしない方がいいですので、優しい感じでいきましょう。こうしなりと一緒です。ただこちらはしなりこういう風に入ってまたこちらがこう出ますけど、しの場合は一回こう入ったらあまりお尻出さない方がいいです。お尻出しちゃうとなんかもみたいな感じになっちゃうんですよ。こう来てこういう風に出てくるとちょっと不自然ですよね。ちょっと自然な感じに持っていきたいので、そのあたりはね注意してください。はい、のです。のはいつもね書いてますね。こう来てこう回ってきますけど、ここの感じ、ここ柔らかい感じをね持ってきましょう。こういう風にここがギュッてあんまりならない方がいいです。これね毛筆の時もね子供たちにはいつも言ってるところですけど、少し丸く持ってくるんだよっていうところ。それからのの場合はここの長さで、ここからここですよね、この長さで字の大きさっていうのが決まってきますので、そこはね長くしすぎないようにしましょうね。はい、それから1、2年生のこの課題では毎回2個3個ぐらいなんですけど漢字が出てくるのがね、その中の一つ、今回ちょっと多いですかね、空という字です。穴冠です。うかむりに似てますけどね、中にシュッシュッっていうのが入ってきますね。まず一つ、ここは結構しっかりめに入れておいて、次です。やや左へ向かうかなっていうぐらいでいいです。まあ、下でもいいんですけどね、大事なのはこう入ったらだんだん力がこう強くなってるっていうのが現れるとよりいいんですよ。そう、優しいところから強く太くなるっていうイメージでねこういきます。でそこからこういう風にいきますね。こんな感じです。ここもあまり頑張りすぎなくていいですよ。でそこから上少し開けるようなイメージにしておいて、そう、左がこちら側こう開きますよね。そしたら少し右はね上から入ります。いつも左右ってあったら右が上から入るっていうところね、こういうところでも押さえておきましょう。でグッと上がる線でこちら側に反る線、この2つ関数字の2ですよね。ただ真ん中にこれがシュッてのがこれが入っただけなので、この線質でねしっかり書きましょうね。はい、がです。はい、かはね鏡文字とかでもやりました。ここをしっかり開けましょうっていうところと、上がって内側へ入る、こういうラインとこういうラインと、これが結構難しくて、
せっかく上がれてるのに内側に入れず真下に向かってしまうとどうなるかっていうと、ちょっとカタカナっぽくなりますよね。逆にじゃあ上にこう上がれずにまっすぐ平坦な感じに来て内側に入ったとしたら、これもまたなんか今度こことここがぶつかるような感じになってくるんですよ。これとこれダメなやつですね。上がったら内側に入るっていう、こちらをね徹底していただくと、これがしっかりこうここが同じような向きにねこういう風に書けるので、ちょっと違和感ないですね。だからこういう風に書けるように、まずは上がること、内側に入ることっていう風に左側をするっていうのを徹底しましょう。はい、次は赤という感じですね。1年生も結構早い段階で赤って習うんじゃないですかね。土という字がこうきますね。先ほどの2と一緒ですよ。これ上がる線とこちら側にギュッと反ってくる線、それから縦のこちらはしっかりめで出します。頭しっかり出してくださいね。で、土っていう字のここの部分ってすごく狭いのが分かりますよね。こちらと同じぐらいここが出るっていうところ、結構皆さんこちらは出る、ここはねしっかり開くのに頭が出ないので、そこをしっかりとすること。で、横にも中心線があるならば、これの上の段階でここが全て書き終わっていることが理想です。で、ここしっかり入れてあげて、少し見せるぐらいなイメージでいいですよ。で、こうしといて、で、これも1、2っていうこの対になってるものですよね。次、3、4、こちらもこれとこれが対になってる、2つ2つっていう組み合わせで覚えるといいですよ。こっからこう来て1、2っていう感じですね。で、これ小っていう字を書くときと一緒で結構張ってますよね。こちらからギュッと左へ行く、それからこう歯みたいな感じですよね。優しいところからだんだんこう力が強くなってるっていう、こういう書き方です。はい、くですね。赤く、くって真ん中から書き出しやすいんですけど、やや右で、右で終わりたいんです。あんま真ん中から行かないようにしましょう。はい、染まってとひらがなで書きます。染っていう字はもともとこういう染根さんとかの染、こういうこの字からできてるんですけど、てんてんってありますね、これね。これが見えないんですけどあります。ちょっと待ってください、下敷きがねずれちゃった。てんてんってここがこういうことなんですよ。で、こう来てこういう感じが染になるので、トントンってここがこうしっかり点のような、本当はね本来はそういうことです。ここでこっちに来てグッと来て上がって、こう上がるんですよ。ギュッて上がっといて、こうやってここに来るような。で、その時に下はね手みたいな感じですよね。ひらがなの手と一緒で、お腹あんまり出すぎない、ギューってこちら出すぎないようにスッとしましょう。はい、まです。まはここふっくらさせてあげること、頭出しといて真ん中ですよ。ちゃんとここ真ん中から来れるといいですね。あ、そうですね。1、2年生の毛筆の今回の、昇級試験課題が確か窓で間なんですけど、まあそうですね、形こちらでもねおさらいしとくといいですね。ふっくらしといて上が長いです。間という字はこれですね、末という字が元になってます。上が長いですよね。上を長くして下が沿うような感じでスーッとこうやってきますね。そして真ん中、縦のラインがこうに来といて、だから本来こちらのこの丸くなってるのは、このシュッシュっていうのが、これは崩れた時にトントンっていう形になって、これがつながったもの、こういうふうにつながったものっていうことでこちらができますので、この結び、こういう感じでストーンと、子供が描くときにはもうちょっとここ止まってもいいので、こんな感じでね、止めね、ここしっかりっていうところです。はい、ちっちゃいつ、ちっちゃいって言ってもあんまりちっちゃすぎない方がいいですね。で、手ですね、さっきのその下の部分と一緒です。ギュッと上がっといてしっかり折れてください。こ
かね、折れですよ、ぐにゃってならないよ。はい、次点を打ってから夕日ときます。夕日、夕ですね、他のようですけどね、ここからしっかりジューッて、こうこのラインが結構直線的で美しいですよね。ここもしっかり折れましょう。でここはあんま下がんない方がいいので、この辺に書きましょうかね。こうしてこうやって下がってくると格好悪いんですよ。こうしちょっと上がり目ぐらいな感じの方がいいかな。まっすぐかちょっと上がり目にしておいてからこうに降りてきた方がね、なんとなくバランスもいいですね。はい、日ですよ。日、あんまりこれ左側一本目を長くしすぎるとおかしなことになります。なぜかというと、こう四角いものを描くとき、中側に何かね、内側に何かが入るものに関してはこちらが縦のラインが出ますよね。ってことはこちらを長くしてしまうとここが辛くなりますので、端目を少し短めにしておいて、で真ん中で閉じる、で表情としてはこの真ん中のラインが下がらない方がやっぱりいいので、やや上目な感じで下がってこないようにしましょう。はい、が、先ほどね顔描きましたね。上がって内側で、しっかり見ておいて、急いで描かなくていいんです。こうして次どこ行くんだろうなって思ったら、こういうふうにこちらにね吹きますよね。こういうふうに切ってこうなんですよ、動きは。でこうです。でここからまたこういうふうに来て、こういうふうになるわけですから、どんなつながりになってるかっていうのも鉛筆の動き、変な余計な動きを加えない方がいいです。ガーンって跳ねちゃってどっか行っちゃって、でまたドスンって入ってっていうよりは、ちゃんとここから次の目的地はどこだろうっていう風に余計な動きを混ぜないような動かし方を今からね癖づけしとくといいと思います。メッシーもさっきやりましたね。こう入ってお尻あんま出さないであちらへ行くような感じで、ずっとほらこうやって行くんですよ。これがほら間違っても上にギューっていかないようにとかね、もうだったらこちらからギューって内側に入って今度こうに来なきゃいけないからっていうところで、ここだけです。ここだけこういう風に優しくこうしなっといて、あとは普通にスーッと向こうへ行きましょう。はい、図ですね。図は真ん中にこう中心線をあると思ったら、こういう風に長く来て真ん中に来ない、くーっと来たらもうここからすぐです。こういう風に持ってくる、ここからこういう動きで持ってくる、わかりますよね。これね、もともとがこちらの寸という字です。こういう一寸法師の寸、こうですね。ここからこうに持ってきたのがここのね残ってますね。ここからこうしてここです。こう下ろしてきといて、結構下まで来ましたよ。結構下ですよね。で内側ギュッと入ってギュッと上がって下がる、このぐらい、もう短いですよ。こんなに短い。ほらここの元になってるのはここの羽からの点から次の字へ行くっていう時にスッと下ろした、これが巣になりますね。ほらね、なりましたね。でこういうのが元になってますから、こう下は短くていいんです。で無ですよ。そこからスーって書いたらそのまま無に行けますね。ほらこうスッと下ろして、こんなことしなくていいんですけどね、こう動きがこういうことです。で上がって上からこういうふうに来といて、1,2巣に似てますね。で下四角っぽいんですよこれ。でこのぐらいでこう上に上がります。真上、真上に上がって内側に入んないで外側へ。これはこう来てこう来てこう来ますね。こういう風に結構やりがちなんですけど、こういう動きではないんです。こうではなくて、こう来たら上に上がって外にこう点を打ちたい、
そう、天から、あ違う、天からじゃない、ここからこう払ってないですね、上に上がってからの点っていうのを、この点おろそかにしないようにしましょう。はい、で最後丸ね、しっかりつけてください、うん、はい、小学、じゃあ2年生でいきましょうか、ね、春からの、段級取得のね方募集をしています。来週ぐらいが目安になってますので、あでもたくさんね 1,2 年生の参加が今回は多いので私も楽しみです。はい、じゃあ皆さん、ね、今月も頑張りましょう。はい。